本日のゲストさんは肉体派演歌歌手の出雲浩一さんです。どうも、出雲浩一です。よろしくお願いします。本日はスケジュールの都合でお電話でのインタビューとさせていただいております。で、出雲さんとはですね、一度新宿の佐賀野という居酒屋さんですね、はい、こちら私ラジオの中でも何回かお話しさせていただいてるんですが、とってもお世話になっているお店で、そちらのね、宴の席で一回ねお会いさせていただいたんですよね、はい、そうですね、はい、もうだいぶ前ですけども、もうだいぶ前しました。そうですね、はい、ただそ席がすごい離れてたんで、ちょっと、あんまりお話できなかったんですよね。そうですね、こっちの方で盛り上がってましたんで私たちもなんか、人数が8人ぐらいだったんですけどね、こっちで盛り上がってこっちで盛り上がってみたいな感じでね、それでですね、その宴の席を設けてくださった方からのご紹介で今回ね、出雲さんの、はい、ゆっこランドのゆたあとラジオのご出演となりました。もう本当嬉しいです。あ、どうもこちらこそありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速なんですが、私の方から簡単な、出雲浩一さんのプロフィールをちょっとここでご紹介させていただきます。はい、お願いします。はい、ですね、自衛隊、入隊時代より、歌を歌われていて、退官後演歌歌手としてデビュー、そして現在に至るということでございまして、はい、出雲さんは島根県の出雲市のご出身ということもあり、はい、出雲観光大使、そして島根県のふるさと親善大使もなさってるそうですね。はい、そうなんです、はい、島根県の方はね、その名称が観光大使なんですけども、名称が遣唐使っていう名称で、島根県の観光大使のことを一般的に遣唐使という名前で名称。そうですね、遣唐使というのはどういう漢字を書きますか？遣はあれですね、なんていうんですかね、何々県の遣じゃない、昔のその遣唐使の遣唐使、そうです、はい、そうです。名前も出雲浩一ですから、こう出雲市、島根県のこうなんか発信できればなと思っておりますけども、ちょうど今出雲に帰ってるんですよ。あ、今出雲なんですか？そうなんです。あ、じゃあその出雲のこうなんかこう雰囲気がじゃあ伝わってきてますよ、私のとこになんて言われて気づいて、そうです、電話をしている最中に大雨が降ってきらしたんですけど、ね、そうなんですか？うわ、そう、さっきまで天気良かったんですけど、急に雨がなんか刺激しちゃいましたかね。刺激天気予報通りなんですよ。今日はちょうど冬過ぎから雨が降るという予報だったもんで、そういうね、気候がこう目まぐるしく変わるというんですかね。島根県って昔ポーラー化粧品さんかなんかがやった時に、全国の美肌コンテストで島根県全国一番ですよ。そうなんですか？それは男性も女性も、男性も女性もじゃないですかね。県民、美肌県民ということですから。どうして美肌が育つんでしょうか？ちょっとお聞きしたいです。なんかね、それいろんなこう あれがあって、温泉も何十箇所あって。何十箇所もあるんですか？あるんですよ。はい。で、気候も、あんまりこう いつも曇ってる感じがするんですね。なるほど。じゃあ本当に名前の通りでもあるということですか、出雲市というのは。雲が多い。そうですね。雲、結構、どんよりとした、山陰って書きますからね、山の陰という。そうですよね。なるほど。私、ちょっと出雲、島根県もそうですけど、行ったことがないので、そうですか。それはもう今、ぜひ今度、この今、ラジオで聞いている皆さんも、出雲の方に来ていただきますと。私が観光大使ですから。そうです、観光。じゃあ、そうか、観光大使さんですか。じゃあ、その、島根県もしくは、もっと言うと、出雲市のこう、魅力、ここへぜひ来てくださいとか、はい、これが食べ物美味しいですよっていうのがありましたら、ぜひ、
お知らせいただきたいんですが。そうですね。まあ、出雲大社っていうね。出雲大社です。出雲大社、そうそうです。なんでそれ私思いつかなかったんです、そう、出雲大社はちょっと行きたいなと密かに思っておりました。はい。縁結びの神様ですからね。そうですか、まあ。縁結びの神様といってもいろんな良縁ですね。まあ、お仕事上の縁とか。はい。まあ、そういうお友達でもいいお友達とか、まあ、男女の縁もありますけど、いろんなご縁をこう結ぶという、神様がね、大国の主御事が祀ってありますけども、そういういろんなご縁をこう結ぶということで、ぜひ一度、出雲大社にお参りいただいて、そうですか、そのお参りされた後に、その、もう海がすぐ数百メートル先にありましてね。あ、そうなんですね。その海の海岸線をずっと車で走っていくと、5キロぐらいのところに、日の岬灯台という、もう素晴らしい絶景の灯台がありまして。ああ、そう、日の岬灯台。はい。そうですか。絶壁のところに約40メーターぐらいの高さですけども、その岸壁にそそり立つ、こう、レンガ造りの、灯台としては46メーター、東洋一の、高さを誇ってますよ。レンガ造りの灯台なんですか？はい。で、こう、積み重ねたような感じの。そうですか。それ初耳ですね。多分私写真でも見たことない気がしますね。あ、そうですか。それは出雲大社から歩いていけますか？やっぱ車ですか？何百メートル？まあ、やっぱ5キロですからね。5キロ歩くの大変ですよ。5キロって言うと、30分ぐらい、もっとかかるかな。いやいや、人間の歩く速度が1時間に4キロなんですよ。あ、そっか、何言ってんの、私。じゃあ、こういう情報は僕、自衛隊にいたんで、すごくよく知ってます。あ、そっか、もう、失礼いたしました、私。もう、全然勘違いしてました。もう、30分くらいで歩けるなんて思ってて。あ、じゃあ、ちょっと車とかじゃないと思うんですね。ないとちょっと厳しいですね。あ、なるほど、なるほど。そうですか。まあ、そこに行かれますと、そこの夕日なんかもう、海猫が、わーって泣いて、こう、日が沈んでいくの真っ赤に染まるんですね、海と空がね。いいですね。そこに、その赤い夕日に、その真っ白い灯台が照らされて、灯台も赤くなるという、こう、なんていうんですかね。それは素晴らしいものがありますよ。で、漁の、医療が終わった船がポポポポポポって帰っていくというこう波をこう立ててこう帰っていくその姿とかね、もうそれはもう絶景ですわ。そうですか。あと食べ物なんかね、出雲そばというおそばが。出雲そば、そうだ、聞いたことあります。ああ、やっぱりそのおそばが名物ですか？そうですね。もうあちこちにありますよ。出雲大社の周辺とかね、こう出雲市内の方で出かけられても、出雲そば、手打ちの、出雲そばとか、なんか そういうのがありますよ。そうです。私も打ったことあるんですけどね。打ったことあるんですよ。あ、出雲そばを？出雲そばっていうか、出雲で打てば出雲そばでしょうか？でもない。なんかね、違うんですよね。東京のお蕎麦なんかと、まあ、信州のお蕎麦なんかと、どっちかといえば、信州とか、東京の方は、なんかね、グレーっていうか、ね、真っ白に、白に近い感じがするじゃないですか。そうです、そうです、はい。それで点々がちょっと入ってるっていう感じですね。はい。出雲なんか、ちょっと赤っぽいっていうんですかね。茶色っていうか。でね、独特のこっちの食べ方があって、どうやって？割り子そばっていうのがありまして。割り子そば。はい。はい。三段、まあ、一般的に三段重ねになってまして。ああ、なるほど、その、はい。盛り方っていうか、その、そうそう。お皿の盛り方。そう、三段重ねのお皿に、おそばがこう、一段、二段、三段入ってて。で、一番上から、ネギとか、まあ、薬味を入れて、おつゆを入れて、で、一番上と食べて、はい、その食べて終わったおつゆを今度、その二番目の、お蕎麦にこう入れて、はい、で、おつゆをまたちょっと足して、食べて、はい、で、三段目を最後に食べて、っていうみたいな感じの。ああ、でも三段目はどうやって食べるんでしょうか？三段目も、だから二番目のが終わったら、その二番目のおつゆを三番目に入れて、
ああ、そうですか。で、ちょっと薄いんで、ちょっと薄い。おつゆを足して、はい、で、まあ、召し上がるという。ああ、そうですね。三段そばいいですよ。やっぱり、一枚だと足りないなっていうと結構あって。そうそうそう。ねえ、おそばって。一枚じゃね、足んなくて。足んないです、足んないです。ええー。うん、まあ、二段、最後の、まあ、そんなたくさん入ってるわけじゃないですからね。ちょうど、三つ、一段、二段、三段食べて、まあ、あ、食べたなっていう感じがするっていうんですかね。うん、それでそこにちょっと日本酒ですよね。日本酒いいかもしれないですね。こっちも、お酒は結構ありますよ。そうですか。じゃあ、遣唐使さん、島根県と出雲の遣唐使さんとしては日本酒のおすすめのはありますか？銘柄とか。まあね、僕あんまり日本、まあどっちかというとビール島。あ、そうですか。ビール島なんでね。じゃあまあ有名なんだ、玉鋼、七冠馬とかね。そういうのはこっちでは有名ですよ。そうですか。玉鋼は、みんな喜ぶ、玉鋼。ああ。玉鋼があんのみたいな感じで。そうですか。ちょっとそれはちょっとお名前は初めて聞いた感じなので、飲んだことないので、今度調べて飲んでみます。あ、ぜひぜひ。七冠馬っていうのもありますけど。七冠馬。なるほど。七冠。馬の、七冠取った馬の、あれから、七冠馬って名前をつけたらしいんですけど。七冠っていうのはそのレースでってことですか？はい。はい。競馬のね。それはまたそれでなんかね、もう名前聞いただけでなんかワクワクしますね、日本酒好きとしても。そうですよね、日本酒の名前ってね、すごくやっぱ凝ってますよね。それから、プロフィールの、続きなんですが、この、のど自慢チャンピオン大会、グランドチャンピオン受賞ということで、はい、この時はその、出雲で最初その、エントリーというか、ご出演されたんですか？NHK のど自慢がね、島根県に来まして。あ、そうです。来たってことですよね。はい、はい。大体ね、市政何周年とか、そういう時に、NHK の地盤が、ぽっと、こう、まあ、そういうきっかけに、あるみたいなんですけども。そうなんですね。はい。で、その NHK の地盤が島根に来た時に、私、自衛隊の時に出た、ですけども。あ、これは自衛隊の時に出られたんですね。はい、現役のバリバリ自衛官の時に出まして。あ、そうですか。前の年に、長崎歌謡祭っていうのがあって、長崎で毎年一回あるんですけども。その長崎歌謡祭にも、山陰地区代表で出たんですよ。長崎歌謡祭は、あれですよ、決勝に、予選受かって決勝に残って、決勝が僕と島津亜矢さんと、本田美奈子さん。本田美奈子さん。みんなで争いました、あの当時。そうですか。まあじゃあ、のど自慢の前にもまあそういったこともあって、で、のど自慢に出られたっていうことでしょうかね。そうなんです。なるほど。じゃあそののど自慢チャンピオン大会の時に東京にいらしたと。NHK ホールで。チャンピオン大会っていうのがありまして。そして見事グランドチャンピオンということで。その時は何を歌われたんですか？北島三郎さんの劇場青函トンネルという歌。私実は、YouTube で見ましたけれども。ああ、そうですか。あの歌を歌って。もう、聞き惚れちゃいましたね。ありがとうございます。あの歌はやっぱ選ばれたっていうのは何かやっぱり、大きな理由があるんですか？そうですね。やっぱ私北島三郎さんとかああいう男っぽい人が好きで。あ、なるほど。はい。で、ああいう男っぽい歌が、やっぱり好きだったもんで、こういう声を張り上げるような。なるほど、なるほど。そうですか。じゃあ、ずっとこう、ね、その歌を歌われて、グランドチャンピオンということで、そうすると、それ自衛隊時代だったわけですから、もう、その時点でも、ね、自衛隊退官したらもうデビューしてねっていうお声はもうかかっていたんじゃないですか？
まあまあ、そういう話も、まあ、あることはあったんですけども、ね、やっぱり、私まだ自衛隊っていうところが大好きで。あ、大好きでいらして。じゃあ、その時はもう、歌手としてデビューっていうのはあまり考えられてなかったっていうことですか？そうなんてなかったですね。まあ、好きな自衛隊でやっていこうと、こう、チャンピオンになった時点でですね。そうですか。でもまあいろいろ、人の心はいろいろ変わるんですね、いろいろとね。そうですよね。はい。私もやりたいことがいろいろ、変わってるので、すごく納得いたします。それでですね、その、肉体派演歌歌手ということでね、もうこれだけでもなんか興味がそそるんですけど、先日、今年のですね、3月の5日の東京マラソンでも、走られて完走と。はい。いうことで。走りました。ねえ、42.195 キロ。もう私絶対無理なんですけど、本当にマラソンってすごく尊敬するんですけど、走る方って。これは毎年出られてるんですか？いや、毎年出てないんですけども。ええ。まあ、一番最初に出たのがホノルルマラソンっていうのが出ましたね。ホノルル、アメリカですよね。ハワイです、ね。あ、ハワイ。ハワイ。あれに最初出たことがありまして。それは何年ぐらい前なんですか？それも歌手デビューしてね、なんかね、上岡龍太郎さんのツアーで、ホノルルマラソン行ったら、テレビに映るからとか、なんとか、そういう、変な心で参加して出たんです。東京マラソン、じゃあ走られてみて、どうでした？その雰囲気とか、なんていうか。あれですよ、お祭りみたいなもんですから、すごく楽しいですよ、走ってる時とか、こう、皆さんの沿道の声援とか、まあ、3万8000人ですからね、走った人数が。いや、じゃあ今、プロフィールの方ですね、簡単にというか、まあ、結構ちょっと話がね、広がった部分もありましたけれども、はい、お伺いしたので、最近のご活動状況について、出雲さんの方から、知らせいただきたいんですけれども。はい。まあ、ずっとね、今年の初めぐらいまでは、やっぱりコロナの影響で、お仕事の方も、なかなか、こう、縮小されて、そうですよね。あまりこうなかったんですけども、はい、まあ、なんとなく今年になったらこうやろうかっていう方も増えて、そうですか。まあ、近いところでは17日に川越の方で歌うようになっております。17日には川越に、はい、なんていうお店で歌われるんですか？春に日って書いて春日っていう、春日さんという、カラオケ喫茶というか、カラオケ喫茶さん、それは何時からですか？まあ、はっきり決まってないですけど、まあ、大体1時ぐらいに。あ、1時、あ、早いですね、まあ、そうですね、今昼からって言ってね、お昼と、まあ、夜もやってるにしてもね、そう、お昼の時間帯に、じゃあ、春日さんに、行けば、春日さんじゃない、出雲さんに会えると。会えるというか、もう歌が聞けると。いうことでよろしいんですが、はい、ちょうどね、この放送日の、週の、放送日の火曜日の、週末ということでね、こちらのラジオをお聞きの方がね、ファンの方がいらっしゃいましたら、ぜひ足を運びいただきたいですよね。はい、そうですね。アクセスはね、あそこの川、東武東上線の川越。川越駅ですね。はい。まあ、歩いても行けるんですけど、うん、バスに乗って、はい、停留所が、北院入り口っていう。北院入り口、はい。北院知ってます、ね、はい。あそこのバス停で降りたら目の前がその春日さんなんですけどね。そうですか。じゃあそちらの、お伺いしたい場合はお店の方にお電話入れたりすればよろしいですか？そうですね。していただきますと。ねえ。ありがとうございます。それではですね、楽曲のご紹介の前に、これ毎回ゲストさんに、お聞きしているんですが、今の若い世代への出雲さんからの熱いメッセージをいただけますでしょうか？はい、
そうですね。やっぱ、なんかこう、夢を持って、ね、はい、前に進まれた方がいいと思いますね。こう、私なんかも、その、自衛隊時代 NHK でチャンピオンになって、で、歌手やろうかやる前か悩んでた時期もあったんですけど、はい、まあ、一歩足を前に踏み出して、はい、まあ、はっきり言うとお金なんかなかったです。でも、はい、東京に行って歌手目指して頑張ればなんとかなるんじゃないかという。はい、何のあれもないです。もう本当に歌が好きで、はい、NHK でチャンピオンになったから、うん、なんか歌手になれるんじゃないかなという、はい、もうなんていうか、裸一貫で東京に行って、うんうん、まあもう、ね、歌手になって今、歌手生活31年になりますんで。そうですか。なんとかなるもんなんです、意外と世の中って。でもそのやっぱり気持ちが強くないと、夢に向かっていく気持ちが強くないとダメだと思いますね。やっぱその熱いこうものが強ければ強いほど、やっぱ神様は救ってくれると思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、ここで、出雲さんの出雲浩一さんの新曲、はい、一曲お届けさせていただきますが、はい、曲の方のご紹介は、また出雲さんの方からお願いいたします。はい、竜ですね、ドラゴン、まあ、光竜という歌のタイトルですけども、はい、私、まあ、いろんな曲を歌ってきましたけども、はい、まあ、自分で作った曲っていうのは曲もなくて、はい、で私初めて自分で作曲をして、はい、この作詞の詩の方は私の自衛隊の先輩が書かれたんですけども、まあ、最初どんな詩が送ってくるのかなと思って、はい、あまり期待はしてなかったんですけども、はい、なんか詩見たらすごく心にじんとくるようなものがありまして、うん、で、あ、じゃあこの光竜っていう歌を歌ってみようかなっていうことで、先輩に意味をどういう意味か聞きました。この光竜っていう、はいはい、おしました。竜っていうのは、生まれた時は竜じゃないらしいですね。違う生き物、幼虫みたいな違う生き物らしいんですよ。で、みんながみんな竜になれるわけじゃなくて、はい、で、ずっと海の深い底の方に潜ってて、その竜のまだ竜になってない、その子供っていうんですか、はい、で、そのいろんな、まあ、地球上の、まあ、いろんな天変地異とか、なんかそういう嵐とか、そういう、こう、海がこう、ぶわーっとこう、荒らされた時に、こう、その時に、その感激を拭って、その幼虫が上に上がれるそうですね。はい。で、そこに上がれたその幼虫だけがその竜になれるそうなんですよ。ああ、そうですか。はい。で、出雲くんもさ、今はまだ竜になってないかもしれないけど、必ずそういう時期は君にも来るから。嬉しいですよね、そう言っていただけたら。そうですね。で、僕の、まあ、人柄、性格とか、多分みんなそうなんじゃないかと思うんです。そんなに人柄はいろいろあっても、根本的なものはあんまり違わないと思うんですけどね。人間として、まあ、ちょっとね、怒りっぽかったり、まあ、人より優しかったり、なんかあるかもしれないんですけども、まあ、本当の、その性格っていう根本的なものは、そんなにみんな変わらないと思いますけどもね。まあそう言われてみればそうかもしれませんね。で、そういうみんないいところあって。そうです。みんないいところがあってね。それで笑って話せばみんな友達みたいな。そうなんですよ。まあそういうことはね、思いますよ。私もそう思います。そういうものをメロディーにさせていただいて、で、歌っております。ぜひよろしくお願いいたします。もう本当初めて聞くお話ですとか、楽しいお話をたくさんしていただいて、本当に嬉しかったです。またお会いできる日を楽しみにしております。本日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。出雲さんが歌われている楽曲の CD 音楽配信につきましては、インターネットからお買い求めができます。それから
カラオケのダムの方からも15曲ぐらい配信をされているそうです。ぜひよろしくお願いいたします。それでは短い時間ではございますが、ヨガバナコーナー行ってみたいと思います。私4日の日曜日にですね、鎌倉の円覚寺さんの日曜座禅会に参加させていただいてきました。30名ぐらいの方でしたかね。皆さんと一緒に過ごす座禅の時間は本当に楽しかったです、そして勉強になることもたくさんありました。その時にね、お教えいただいたお坊様もおっしゃっていましたが、目を閉じる閉じないの違いはありますが、瞑想と座禅というのはほぼ同じです。自分を見つめ、自分の光を見つめる、時間をいただくということなんですけれどもね、本当にいい座禅会ですので、今後も通いながら、その時に学んだこと、体験したことをですね、私のヨガ、ユタート瞑想に落とし込みながら皆様にも分かりやすくお伝えしたいと思っております。本日も最後までご聴取いただきまして本当にどうもありがとうございました。感謝と笑いは世界を救う。今日も